いたいの？特別よ。京極浅井軍、今日が年貢の納め時だ。どうしよう、長政様、あの人たちすごく怒ってる。なぜこうも狙われるのだ。姉上、やはり将軍家に手を貸すなど過ちだったのだ。あら、それは関係ないと思うわよ。きっとこの文で興奮してしまったんじゃないかしら。何？それだな。私によこせ。何？乱世を勝ち残り、藁を手に入れようとする卑しいお前たちへ、今すぐ金銀財宝を持って藁の元に下りなさい。断るなら藁の弟が黙ってはいないわよ。たとう！なんだこれは！いたぞ！乱世に乗じて死に私欲を貪る浅井長政だ！京極マリアと共に討ち果たせ！逃げよう、長政様。恨むぞ姉上！ザビーランドが完成しました。開演セレモニーの用意ですよ。ガッチャ。演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのにどこも客が入ってないものな。まあ入るわけないか。倒れる前にザビーランド招待券をマッチラストです。はい、ソーリン様。ペッタのザビー様を捨て効果発動。あなたは一定時間私に手出しできなくなる。心に隙があるところを優しくしてくれ。そう、ザビー教の。ザビー教に入って新しい幼馴染ができました。ノリノリの踊れるミュージックでお客の財布の紐はゆるゆるですよ。塩にかけたザビー野菜が返品ですと。ちゃんとザビー水飲んでるんですか。一杯100両です。サイデッカの計算によると、ザビーランドの年間パスポートはちっともお得ではない。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が民からお金巻き上げて終わりなんだよな。ソーリン様、友人希望者が並んでおります。今一度落ち着いて陣を立て直しましょう。ザビー様といえば祈りの物語、それしかありません。ザビー様は強欲な金貸しに祈りました。頭を血人であること、中心であること、この立ち合いにてそれらが示されることを祈りましょう。決まった。信じる者は救われます。
足元を救われるよ。だから逃げて。あなたの生命でもしかして犬取りですか。そう、はいはい、かっこいいわね。わらわも着てみたいわ、それ。乱世に舞い降りたね。ごくねえ、もっとわらわに合う表現はないかしら。我が君より先に倒れるわけには。金やチヤホヤされるために布教していると思っているのか。最後はショーを彩る背景を決めるのです。一人でも多くの人が心にザビを宿しますよ。お許しを。私はマリア様のもとへ。私とてザビー教の男だ。無駄死にはしない。汚いことしても勝ちなさい。愛なんて後です。そんなに怒らなくても。ザビー様の笑顔のようにファントスティー。ソウル様はああ見えて寂しがり屋さんなのです。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。開演セレモニーの準備が整いましたね。さあ、レッツザビーショータイム。ステップやまないノリノリのダンスビートの中、私たちの捧げる祈りがファンタスティックな花火を打ち上げる。ザビオ。に伝えなさい。わらわより働かなければお仕置きよ。直ちに。なるほど、その顔。洗礼名は深取り八枚刃といったところですか。しちゃいなよと。ゆえに好きにしちゃいます。ザビザビザ。素晴らしい愛のセレモニーであなたの信仰心はもうマックスでしょう。今すぐ入信なさい。私の洗礼名は芋がゆです。それでも戦いを挑みますか。そのノリノリ、そんなに楽しみ。長政を乗せてみたいから一
一つくれないでしょう。あ、姉上。ヤツの実家を調べなさい。囲んでザビーます。ジャスティス。ザビー教の敗北はすなわち子供たちの夢の敗北。認めてやりますよ。お前は幹部信者スタートです。もういいよ。走るのも汗をかくのも嫌いな。一つのものに今入信すれば漏れなく僕が進んできます。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめた。だってあなたじゃ満足できないもの。先日の踏み以降、生きた心地がせん。何のことかしら。それより長政、猫をたくさん捕まえてきなさい。は？猫？話の流れがわからん。一体なぜ？猫をたくさん集めて、わらわを運ばせるの。だってほら、あちこち歩くのって疲れるもの。ねえ、イチ。うん、イチ、もう歩きたくない。しかし姉上、牛や馬ではいかんのか。猫では格好がつかんし。いや違う。そもそも猫は人を乗せる生き物ではないぞ。そんな常識にとらわれているからダメなのよ。ねえ長政さん、わらわやイチの美しい足がむくんでもいいの？それは確かに問題。許せ、罪なき猫たちよ。姉上には逆らえんのだ。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。はあ、いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびすけ。タイの虎に軍神、川中島にて激突しました。巨大な地下道を発見。あれれ、なんてこった。まあいいこじゃ。マリア様、お尋ね者なら何か珍しいものを持っているのでは。